今年4月にオーディオテクニカは50周年を迎えることができました。本日はまた今年秋の新製品を揃えましたので、皆さんぜひごゆっくりとご覧いただき、視聴もしていただきたいなというふうに考えております。今まで培ってきた50年とこれから作り上げていく50年、もう一度この音を超えていくために Beyond 50 Years オーディオテクニカ。エアダイナミックシリーズ、面々とつながったオーディオテクニカ、オープンエアの奇跡、クリアな音質、広がる音像、そのシリーズが8年の時を経て今新たな姿を現します。ATH-AD2000X、 それはフラッグシップオープンエア。ターメンジュール磁気回路と OFC7N ボイスコイル、専用設計 53mm ドライバーで緻密な音まで正確に表現。エアダイナミックシリーズの名を冠する新たな歴史の始まりです。さらにラインナップとして ATH-AD1000X、 ATH-AD900X、 ATH-AD700X、 ATH-AD500X が登場。エアダイナミックシリーズ全機種がモデルチェンジいたします。洗練されたビジネスマンが身にまとうスーツのように、耳にもスーツをまとってほしい、そんな思いが込められたシリーズ、イヤースーツ。その特徴は上質を求める大人の心を満たす洗練の音のデザインです。限定ウッドハウジング ATH-ESW11 リミテッド。ハウジングは純国産オニグルメ、イヤーパッドにはスペイン産ラムスキン、そして専用設定の 53mm ドライバーを採用。日本の四季が育んだ温かい音色と柔らかな彩りでワンランク上のビジネススタイルを創出します。この他にシリーズとして ATH-ES700、 ATH-ES500 が登場。スタイルに合わせたセレクトができます。サウンドフォン、それは Bluetooth で実現するワイヤレスの世界。音楽にもっと開放感と躍動感をプラスするシリーズです。ワイヤレスステレオヘッドセット ATH-DT07、 どんなスポーツでも邪魔にならないフリーアングルネックを採用。 IPX5 相当の防水仕様で、突然の雨にも強く水洗いも可能です。に送る Bluetooth、 音を飛ばすカラーを選ぶ ATH-BT09、 カラーバリエーションと選べる4つのイヤーピースで自分好みの装着感。ワンセグ音声をワンワイヤレスで聞ける SC-MS キーにも対応しています。おしゃれで美しく輝いていたい、女性のいつまでも変わらない、そんな思いをヘッドホンで、リスニングスタイル際立つ優美な輝きを、オーディオテクニカ for women ビジュエルシリーズ。ATH-CKF505、 スワロスキーエレメントを胸元に、指輪のようなデザインリングを見事にあしらった輝く女性に身につけてほしい、そんなインナーイヤーヘッドホンです。
ソリッドベース、圧倒的な低域表現を獲得したキレのあるサウンド再生、重低音とキレのあるクリアサウンド、この相反する音像を専用設計の大口径ドライバーで実現。進化を続けるソリッドベースシリーズのポータブルヘッドホン ATH-WS99、 そしてブラックハンドレッドの限定インナーイヤーモデル ATH-CKS1000 リミテッド、レギュラーモデル ATH-CKS1000、 鮮烈な重点音を迎え打つ新しいアプローチ、新開発デュアルチャンバーメカニズム AR、低音域を増幅する2つの空気質に、音質を改善する2つのアコースティックレジスターをプラス、重厚な低域とクリアな中高域を実現するオーディオテクニカの新たな提案です。ソリッドベースはこの他にポータブルタイプの ATH-WS77、 インナーイヤータイプ ATH-CKS99、 iPod、iPhone、iPad 専用の ATH-CKS99i、 Bluetooth 搭載の ATH-CKS99BT、 ATH-CKS55BT と、より多くの広がりを持ったラインナップとして登場します。さて、いかがでしたでしょうか。フラグシップモデルのリニューアル、伝統のカートリッジ、新機軸のデジタルワイヤレスマイクロフォンや、拡張していくソリッドベースシリーズなど、これからのオーディオテクニカを代表していくモデルの数々をご紹介してまいりました。もう一度この音を超えていくために Beyond 50 Years オーディオテクニカ。ただいまご覧いただきました通り、オーディオテクニカでは今年もヘッドホン、マイクロホン、カートリッジなど数多くの新製品をラインナップさせていただきました。その中で私の方から特にご注目いただきたいシリーズについてご紹介させていただきたいと思います。一つ目はスポーツにも最適な ATH-BT07 です。オーディオテクニカではすでにプレイヤーズラインとしてスポーツ用のヘッドホンを発売しておりますが、今回発売いたします ATH-BT07 では耳から首元にかけてのヘッドホン一体型ボディで動きに強く、どんなスポーツでも快適に、そしてよりアクティブに音楽を楽しめるようになります。音楽再生や通話など全ての操作を耳元でこなせ、 IPX5 相当の防水仕様で水洗いも可能になっております。そして2つ目が ATH-BT09 です。こちらは若年層をターゲットとした製品です。 iPhone をはじめとするスマートフォンの普及により、中高生でも身近に音楽を楽しむ環境がすでに整っております。そこでそういった若い世代の方々にも Bluetooth 搭載ヘッドセットの良さを知っていただくために、あえて価格を抑え、カラフルなラインナップを用意しました。さらには当社の主力製品であります重低音に特化したソリッドベースシリーズにも Bluetooth 搭載モデルを追加します。衝撃の重低音をワイヤレスで楽しめるというコンセプトは、細かなニーズにも応えるという当社の姿勢を表すものであり、得意とするところでもあります。きっとユーザーの皆様にも歓迎していただけるものと考えております。続いてはソリッドベースシリーズです。市場では重低音を売りにした製品が多く発売され、一種の重低音ブームが展開されていると思います。さまざまな重低音が歌われる中、低音だけ響けば良いのか、違ったアプローチはないだろうか、私たちが求め続けている音質は何なのか模索し続け、一つの回答として豊かな低音と鮮やかな中高音を両立させることにたどり着きました。それが
ソリッドベースシリーズの新たなフラッグシップモデル ATH-CK1000 です。低音を再生するデュアルチャンバーと中高音域を表現するデュアルアコースティックレジスター、この2つを兼ね備えた新機構デュアルチャンバーメカニズム AR は、従来にない際立つ重厚な低域と豊かな中高域を非常にバランスよく表現することが可能となりました。デザインもよりインパクトを与える形状で、そのメカニックな面立ちは男性の購買意欲をそそるデザインとなっております。さらにオーバーヘッドタイプの ATH-WS99 ソリッドベース史上最大口径の Φ53mm ドライバーを搭載し、進化したダブルエアチャンバーメカニズム、不要振動を抑えるダイレクトドライバーマウント、そしてハウジングに3つのスリットを開けたトライアングルアダクトなど、多くの技術を詰め込み、ソリッドベース史上最高の低音再生と高音質を実現しました。このようにソリッドベースシリーズは発売から3年の時を経て、より深い低音と高音質を実現できる新しいジャンルと言っても過言ではないほどの進化を遂げました。皆様にはぜひこの深く豊かな低音と透き通るような中高音の素晴らしさを体感していただきたいと思います。我々オーディオテクニカは50年の歳月によって培われた技術をバックボーンとし、さらなる音へのこだわりを追求していくとともに、変わりゆく市場環境やユーザーの声に応えていくべく邁進してまいります。 Beyond 50 Years オーディオテクニカは50周年を終え、さらなる躍進を目指してまいります。